こんにちは、加藤咲です。今回はですね、プロに頼むお手入れの種類についてお話をしていこうと思います。プロっていうのは、漆喰屋と呼ばれる、着物専門の、平たく言うとクリーニング業者だと思ってください。厳密に言うと漆喰屋さんっていうのはまた全然違うものになるんですけれども、イメージとしては、着物専門のクリーニング屋さんだと思っておいてください。漆喰屋さんに洗濯をお願いする場合、大きく分けて4つ方法があります。まず1つ目が丸洗いですね。これが一番ポピュラーかなと思います。これはドライクリーニング系の溶剤を用いてするお洗濯になります。塵だったりとか皮脂の汚れを追い出してくれるようなお手入れ方法になります。価格はだいたい4000円ぐらいから1万円前後ぐらいになるかなと思います。着物の種類によってもこれは変わっていきますね。次に汗抜きですね。さっきの丸洗いでなんか汗も落ちそうなイメージがあるかなと思うんですけれども、やっぱり汗の汚れっていうのはちゃんと水と洗剤で洗わないと落ちないんですね。汗抜きは基本的にこう着物の糸をほどかずにそのままやることが多いんですけれども、蒸気だったりとか、細かい霧状のね、水を噴射してお手入れをするっていうことが多いですかね。価格の目安は3000円から5000円程度になります。次にシミ抜き、もしくは部分洗いなどですね。これは、食べ物とか飲み物をこぼしちゃったとかっていうようなシミだったりとか、あとはこう経年劣化とかしまいっぱなしでできてしまったカビとかのシミを落とすための、シミ抜きになります。これは汚れによってやり方がいろいろ変わってくるので、価格も割とバラバラですかね。つけたばっかりのシミだったら結構パッとすぐ取れたりするんですけれども、経年劣化とかの、しまいっぱなしでついてしまったようなシミっていうのはなかなか取ることができないので、結構価格も上昇していったりすることが多いです。でしかもそもそも経年劣化のシミは取れないことが多いので、あまりね、過度に期待しすぎず、その漆喰屋さんだったりとかと相談していただければいいかなと思います。だいたい落ちないやつとかは教えてくれるのでわかるかなと思います。価格はだいたい1つのシミに対して3000円ぐらいからやってくれるところが多いです。最後に洗い針ですね。これも聞いたことがある人もいるかなと思うんですけれども、洗い針っていうのはこの着物の形になってるじゃないですか。これ一回ね、全部バラすんですよ。こう縫われてるところ全部バラして、で着物ってこう全部バラすと反物に戻せるんですよね。もう一回軽くね、縫い合わせて反物に戻すことができるんですね。反物に戻した状態でしっかりとジャブジャブこう水洗いをしていくものになります。絹のツヤとかが戻ってきたりとかするんですけれども、これはですね、だいたい10年から20年に1回ぐらいを目安にやっていただけるといいかなと思います。で洗い針の費用はだいたい5000円ぐらいから1万円のところが多いんですけれども、実は洗い針っていうのはさっき言った通り1回反物の状態に戻しているので、もう1回仕立てる必要があるんですね。なので別途仕立て代が必要になります。仕立てもかなりピンからキリまであるので、プラス3万円前後ですかね、かかってくるかなというふうに思います。サイズを変えたかったりとか、あとはこう裏地ですね、胴裏とか八掛けとかを変えたい場合とかに、こう1回全部ほどいて洗い針をするっていうパターンもよくありますね。で今ってこうやっぱ洋服社会で、こう洋服だとね、なんかこう、着たらすぐ洗うじゃないですか。で日本人ってやっぱかなり清潔になっているので、着物とかもね、なんか着てちょっと汗ついちゃったらすぐ洗いたいっていう風に思う気持ちすごくよくわかるんですけれども、着物はね、基本的に洗うものじゃないって思っておいてください。特に絹の着物なんかは汗とかが多少ついてもちゃんと干しておけば蒸発して飛んでいってくれますし、絹って本当不思議なことに匂いとかも全然つかないんですよね。なんか私も結構絹の着物着てなんかタバコもくもくしてるところ行ったりすることあるんですけれども、帰った時はもちろん臭いんですが、2日間ぐらい干してるとね、かなりもうほとんど匂わなくなります。だからね、絹ってやっぱすごいんですよね。
だからそこまでお手入れ何回も何回もするものじゃないっていうことは覚えておいてほしいと思います。お手入れしすぎると逆に生地がすごいペラペラで薄くなってしまったりとか、あとやっぱどうしても縮むので、長く着たいのであればあまり漆火屋さんに出しすぎるのも良くないかなというふうに思います。ということでですね、ぜひ参考にしてみてください。あなたの魅力をパワーアップさせる先式着物美人メソッドを開催中です。あなたがですね、もし着物が着られなかったとしてもですね、ぜひご覧いただきたい内容となっておりますので、ぜひですね、下の説明欄からですね、私と LINE でお友達になっていただいて、先式着物美人メソッドを受講していただきたいと思います。